ピメントチーズとはアメリカ南部料理の一つでチーズ、マヨネーズ、ピメントから作られるスプレッドもしくはレディッシュ。パン、クラッカーや野菜に添えたりサンドイッチに挟んで食べる。ピメントチーズサンドイッチはプロゴルフのマスターズトーナメントの名物である。20世紀初頭のアメリカ北部において比較的新しい食材だったクリームチーズとスペイン産のピメントを合わせるレシピが生まれ、 1910年頃には工業的に生産されて全米に広まった。当初は高級な食品だったが、1915年に安価なプロセスチーズが登場し、同時期にアメリカ南部でピメントが生産されるようになったことで一般化していった。第二次世界大戦後には全国的な人気が衰える一方で、アメリカ南部において自家製のピメントチーズが 家庭料理として定着し、南部のパテ、カロライナキャビア、南部のキャビアと呼ばれるようになった。基本的なレシピでは材料は多くない。シャープなチェダーチーズ、もしくはプロセスチーズをマヨネーズと混ぜ、刻んだピーメントと合わせて塩と胡椒で味付けする。滑らかなものもあれば、食材の形が残ったものもある。それ以外に一般的な材料としては、クリームチーズ、玉ねぎ、 ニンニク、モントレージャックなどがあり、場合によっては、ディルピクルス、ウスターソース、ハラペーニョ、パプリカ、ホットソース、カイエンペッパーなども加えられる。食べ方としては、スプレッドとして、クラッカーやパンに塗るのが一般的だが、グリッツに加えたり、ベークドポテトにかけたり、ハンバーガーやホットドッグに塗る、トルティーヤチップスにのせる、セロリやトマトの詰め物にする。 デビルドエッグを作るとき黄身に混ぜるなどがある。より近年には、マカロニチーズ、チーズケーキ、巻き寿司とするような、新規な用法もある。ピメントチーズサンドイッチは手軽で安価な昼食になるが、前菜として、つまんだり丸めてスライスしたものを爪楊枝で止めたりする、こともある。フィリピンでもチーズピメントという名で広く、軽食とされる。ピメントチーズサンドイッチは、 プロゴルフのマスターズトーナメントで伝統的な名物料理とされる。マスターズの会場オーガスタナショナルゴルフクラブに食品を納入していたニック・ランゴスが1950年代に作ったレシピは40年以上にわたってファンに愛された。1998年にランゴスに代わってオーガスタと契約した業者は研究の末にレシピを再現した。しかし、 2013年に業者が再び入れ替わると、ピメントチーズサンドイッチの味が著しく変わってしまい、小さい論争が引き起こされた。日本においては雪印が黎明期の昭和4年に、瓶入りスプレッドタイプのピメントチーズを発売している。その後ピメント入りプロセスチーズも発売したことがある。テレビドラマ、ベッター、コールソウル第1シーズン第9エピソードのタイトル、ピメントは、 裏稼業の掃除やマイク、エルマントラウトが、ボディーガードの仕事を受けたにもかかわらず、武器を持たずピメントチーズサンドイッチだけを持って現れた、ことに由来する。エルマントラウトはピメントを、南部のキャビアと呼ぶが、エピソードのライターであるトーマス・シュナウツが認めた、ところによればその失点は、ウィキペディアである。同シリーズのスピンオフ元である、ブレイキングバットでも、エピソードコーナードにおいて、 張り込み中のエルマントラウトが仲間のジェシー・ピンクマンにピメントチーズサンドイッチを勧める。ありがとうございます。